はい、どうも矢沢です。職業カメラマンの端くれでございます。10月25日金曜日から東京ビッグサイトで東京モーターショー2019が、ね、開幕します。私は、ね、一足先に10月23日のプレステ初日を、ね、取材してこようと思っているんですけれども、そこで今回の動画ではですね、そういったコンベンションホールにおいてコンパニオン撮影をする際に、失敗しないセッティング、それをご紹介したいと思います。あとは、ね、最後の方でちょっと、ね、撮影のマナーみたいなところもお話ししたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。今回このチャンネルを初めてご覧になったという方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をさせていただきたいんですけれども、私30の時に脱サラをしまして、それから20数年間、フリーのカメラマンとして活動してまいりました。一方ですね、レースクイーンの専門家という顔も実はございまして、サーキットはもちろんのこと、モーターショーのような車系のイベントにも足しげく通いまして、レースクイーンやイベントコンパニオンの子を撮影しております。で、今回はですね、そういったコンベンションホールにおいて彼女たちを撮影する際どんな設定でやっているのかというところを、ね、お伝えしたいと思うんですけれども、あくまでですね、私自身のカメラ設定なので参考程度に受け止めていただければと思っております。はい、ここからはですね、背面液晶を見ながらご説明したいんですけど、すでにセッティング終わらせております。で、シャッタースピードを今回クリップオンのストロボを使うので250分の1、これはもう固定ですね。で、 F 値なんですけど 5.6、ロゴマークなんかがねボケると良くないので 5.6 より絞ることはあっても開けることはないです。で、続いて ISO 感度、暫定的に今400にしてますけど、これはね、女の子が立っているポジションによって明るさ次第で変動させていきますけど、1600よりは開けたくないかなという感じですね。それより開けなければいけないような場合はストロボで調整という感じで考えています。で、オートフォーカスは当然ですけど AFS ですね。はい、で、続いてストロボなんですけれども、ストロボはですね、私 SB の5000を使っておりまして、よいしょ、はい、こんな感じになってますけども、はい、で、基本的にはマニュアルです。マニュアルで、発光量によっては4分の1から8分の1ってとこですかね、ここに出てますけどもね。はい、はい、以上の設定を踏まえまして、最終形態はこんな感じになりますね。はい、で、これね、ニコンさんのもう純正で、すでに、ね、現行品じゃないんですけど、このパワーブランケット、これをつけて縦位置が取りやすくしまして、さらにこちらにバッテリーパックですね、これを、併用しております。で、これに、炭酸電池6本、これに4本、パワーブランケット4本なんで、結構な重量になるんですけれども、これによってかなりチャージが速くなったりとか、あと長持ちするので、今回みたいな大きなイベントの時には手放せないかなっていう感じですね。で、あとですね、余談なんですけど、私あんまりこれストロボバウンスはさせないです。天井が高いところでバウンスさせてもあんまり意味がないと思っているので、基本的には、直当てなんですけど、あと光の、ね、強さで調整しているという感じです。この辺はね、お好みだと思いますので、はい、参考までにという感じでしょうかね。はい、以上が、ね、基本的な私のカメラの設定でした。で、一つ言い忘れてましたね、ホワイトバランス。私の場合は 5000K を基準にそこから微調整をするというやり方をとっています。既存の晴天モードとかストロボモードみたいなコマンドを使うことは、他の現場も含めてまずないですかね。だいたい色温度で合わせるかグレーを取るかっていう感じです。はい、で、仕上がりに関して意識しているのは、あくまで生地として、ね、使われることを前提に撮っているので、100人の女の子の写真がバーッと並んだ時に統一感があるということはかなり意識して撮っています。で、現場に行くとよくわかるんですけれども、女の子の立っている場所によって光の方向も色もね、明るさも本当様々なんですよ。で、そういった環境に左右されることなく、最終的に仕上がった写真が同じ光源で撮っているように見える、見せるということはかなり意識して逆算して撮るようにしています。とはいえですね、私の場合はですね、この取材用のカットという大前提があるので、いろいろ縛りがあるんですけど、趣味でね、行かれる方はね、ぜひそのね、さまざまな光を楽しむぐらいの気持ちで行かれるのが一番いいかなというふうに思います。場所によってはかなりね、環境が厳しいところに立っている女の子なんかはいるんですけれども、そういったところでこそ、
どうやって設定したらいいのかっていう自分が成長できる場面だったりするのでね、こういったいい機会をね生かして、また一つ写真のワークの幅をね広げていただければというふうに思っているんですけど、で肝心なねマナーですけれども、一番気をつけてほしいなってものはね、フロアコンパニオンの女の子たちに対してですかね。で彼女たちはパンフレットとかねノベリティグッズを配るために役割を持ってそこに立っているわけですよ。でもちろんね写真をねお願いすれば快く引き受けてはくれますけれども、あまりそこでねしつこく粘ったりとかですね延々と話しかけたりというするのはあまりにもちょっと迷惑になってしまうので、そこはまあ大人のたしなみとしてささっとね撮らせてもらってお礼を言って帰るっていうのがスマートなんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、で私はですね明日の23日プレスデー初日に、ね、取材に行くんですけれども、現場からねさすがに生中継みたいなことはできないので、ツイッターの方で随時つぶやいていこうと思います。現地の様子を早く知りたいっていう方はぜひこの機会にツイッターの方のねフォローもお願いしたいのと、あとですね当日の模様はですね後日コンパニオン特集として一本の動画でまとめるつもりですし、私の取材の模様は、普段ねこの YouTube にもちょこちょこ登場してくれている、マスターと一緒に行くので、そこでまた、別の、ね、動画を作ろうと思っておりますので、そちらの方もお楽しみにしていただければと思います。まあ、まだねチャンネル登録されてない方、初めてこのチャンネル見た方ぜひ、ね、登録していただけると大変嬉しいです。はい、以上、与沢でした。